これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の血をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。